こんにちは、オカルト編集者の住由紀子です。今回のゲストはモデルの早川るかさんです。こんにちは、早川るかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と今回は1月、はい、20日 1月20日に公開予定のホラー映画キラーカブトガニをご鑑賞いただいて、その、ね、感想をお聞きしたく、はいはい、来ていただきました。もともとカブトガニを知らなかったんですよ、私は。そうなんですよ。なんかさっき聞いたら普通知ってるもんだって言われたんですけど。普通知ってますよ。え、それってどこで知るんですか？なんとなく生きてたら。生きてたら、はい、結構あの見た目もいかついので、うん、有名な生物の一つ、クマムシとかと。クマムシとか分かります？もう全然分かんないです。あ、おー、え、なんか、え、おかしいんですかね、私って。生物嫌い？あ、そういうわけじゃないんですけど、はい、もうなんか生物と触れ合う機会はあんまなかったかなって。じゃあ今回が初。そうですね。カブトガニ、なんか本当にダンゴムシとかそういうのしか分かんないです。あの、アリとか。おお、日常にいる、日常に普通にそこら辺で歩いてる物体しか分かんないですね、うん。あ、じゃあ動物園とかもあんまり行かないのかな？もう小さい頃に行ったっきり全然行かないですね、動物園とか。じゃあ今回のキラーカブトガニって実在する生物だとあんま思わず見てたってことですか？あの、最初普通にあのホラー映画だって言われて、うん、あのこの名前を見た時になんだこれはって感じですよ。そうだったんですね。そうなんですよ。ホラー映画、あ、どういうものなんだろうって全く何も知らないで見たって感じでした、うん。なんで最初に、うん、まあ、出てくるじゃないですか、うんうん、あ、これかみたいな、うんうん、な感じで。これがカブトガニなんだみたいな。そうなんですよ。だからどういう物体なのかも何も分からず、うんうん。ちなみに カニじゃないですからね、カブトガニって。なんか何ですかね、これは何だと思います？カメとかですか？カメに似てる、似てる、ね、似てる。そう、何ですかね、これは。いや、なんかクモとかサソリの仲間って言われてますね。でもここら辺なんかサソリ系なんですか、うん、なんか刺すみたいな。刺す刺す、そういう感じですかね。え、この映画はどうでした、見られて。映画は私結構ホラー系、もうザホラーみたいな、うんうん、驚き系が結構見ることが多いんですけど、うんうん、今回はなんかちょっとイメージと違ったっていうか、まあこのカブトガニもそうですけど、うん、ちょっとグロい系かなっていう。結構血が出ますよね。そうですよね、うん、なんか、まあ、普通の人間ではありえないほどの血がそうそう出ますよね、うん。カブトガニがこう顔にバーってこう張り付いて食べたりするじゃないですか。でもこれ本物はそういうことはないですよね、うん。あ、でもなんか生きてる生物しか食べないとか。はい、で、じゃあ人間は食べないんですね、うん。人間は食事はしてないとは思うんですけど。うでも、あの、あれですよ、昔のあのエイリアンっていう映画あるじゃないですか、はい、あそこにもこのカブトガニにそっくりなあのクリーチャーが出てくるんですよ。そうなんですね、うん、どうでした、でもそのグロさ、あと面白さ的には。なんかちょっと不思議な感じのなんかホラーって、うん、私からしたらちょっと思ってたホラーとはちょっとかけなんか離れた感じのホラーで、うんうん、え、面白かったですね。あ、だから、早川さんは、はい、あの幽霊とかが出てくると思ったってこと？あ、そうですね。あの、全く知らなかったので、うん、まあ、ホラーって、まあ、幽霊驚くのかと思いながら、うんうん、どんな怖さだろうと思ってみたら、あれみたいな、外国の方だとか思いながら、そこから外国の方かとか思いながらリーチねとか思って、うん、ただ変な生物出てきたんで、ちょっと、うん、おっとみたいな、うんうん。なんで最初はなんかこっからどうホラーに行くのかなと思いながら、うん、あ、そういう系なんだと思いましたね、うんうんうん。襲ってくるじゃないですか、カブトガニが、はい。でしかもあのネタバレになっちゃうからあんまり言えないですけど、そうですよね、はい、最後どんどん進化していくじゃん、はい、カブトガニ、はい。あれすごくなかったですか？え、びっくりしましたね。しかもなんか途中1匹とかそんな数匹なのかと思いきや、うんうん、すごい大量に出てくるっていう。そうそうそう、わらわらわらみたいな。こんなにいるんだみたいな。しかもカブトガニが結構なんかこうやんちゃっていうか、ね、あのクラブでちょっとなんか面白げもある感じで。そうそうそう。そうですよね。笑えますよね。笑いました、ちょっと。うん、映画的にはなんかパニック映画の分類にも多分入ると思うんですよね。例えばジョーズとかジュラシックパークとかキングコングとか、はいはい、このあたり見られてます？
私見たことないですね。まあ、名前は本当にあの有名なところは知ってるんですけど、うん、作品は見たことないですね。多分ジョーズも、ジョーズも、はい、おお、あのパニック映画は多分初めて見たかもしれないです、ゾンビは、あ、ゾンビ系は、うん、見たことあると思います。あ、ゾンビ系は、はい、見たことありますね。うんうんうん、うん、え、じゃあほぼほぼ初めてですね。初、はい、じゃあパニック映画お好きになりました、これ見られて。はい、ちょっとなんか不思議な感じで、うん、ちょっと気になりますね、他にも。不思議っていうのがどう不思議なんですか？不思議、なんか私的にはこの映画がなんか続編を見たくなるようなというか、ホラー好きの人からしたらまたちょっと違う、なんかいろんな要素があるというか、うんうん、まあ、恋愛あり、そうですね、恋愛もありますし、まあ、こういうアクションとかもあり、あとまあ動物が出てくるとか、動物、はい、出てくるとかで、グロ、そうです、そうです、いろんな要素が入ってる感じで、ホラー好きだけじゃなく、うんうん、まあ、いろんな人、うん、まあ、アクションとか恋愛好きな人にも、うんうん、まあ、いろんな人も楽しめるんじゃないかなっていう、ちょっとなんか違った感じで、ね、うん、昔のなんか日本の東映映画とか、それこそゴジラとか好きな人も好きそうですよね。はいはいはい、そうですね、うんうん、確かに。しかもなんか結構最後日本がちらっと出てくるとか、あ、富士山が出てくるという、うんうんうん、はい、そうですね、日本にもゆかりがあるので見てほしい、うん、なんかそうですね、この監督の祖父、おじい様が埼玉に住んでたんだって。私もそうなんで、埼玉なんですけど、どこなんですかね。どこなんだろう、埼玉どこですか。川越の方ですね。ちょっと 上の方、秩父とかそういう方、うんうんうん、秩父か、だから本当に田舎の方ですね、うん、あ、黒曜石とかがいっぱい取れるとこですね。何ですか、そう石ですか、難しいこと言われちゃって、ちょっと私ちょっと困っちゃう。なるほど、なるほど。そうなんですよ。え、ちなみにこのキラーカブトガニ、はい、あの早川さんだったら誰ともう2回目見に行きます？いやちょっと、次どうしようかな。いつもホラー映画を一緒に見てる友達とかがいるんですけど、うん、その子たちを連れて行きたいですね。あ、女子、そうですね、女子いつも見てる友達がいるんですけど、みんなホラー映画好きで、こんな、お友達もちょっとあの派手な感じなんですか？あのモデルの友達なんですけど、なんかよくあのお泊まりとかをよくしてて、はい、もうその時は必ずもうあのネットフリとかを漁って、うんうん、いつもホラー映画見てます、ね。そうなんだ。もうホラー映画の見すぎて、うんうん、ネットフリックスでもあまり見たのないぐらい、見てないのないぐらい結構見尽くしたかなっていうのは。そんな好きなんですね。そうなんですよ。そんな早川さんが激推しするキラーカブトガニぜひ見てみてほしいですね、これは。しかもモデルにこう刺さりそうな映画ということで、ちょっとみんなで見たいですね、これは、うん、なんかカップルでもいけますよね。そうですね、恋愛系が入ってるので、うんうん、確かにちょっとびっくりしましたね、恋愛系が入ってるとは思わなかったので。そうそう、最初ではちょっと分かんないですよね。分かんないですね、うん、まさかあんなね、あの男らしくというか彼氏の方が、そうですよね、急な展開で、なんかちょっと弱々しいって言ったらあれですけど、 そんななんか強い感じでは見えない、ね、ないですけど、途中で大変化が起きますよね。すごかったですね、あれはびっくりしました。うん、うん、そこも注目してほしいです。はい、じゃあちょっとあの私オカルト編集者やってるので、はい、あの早川さんの個人的な体験も伺いたいんですけど、はい、なんか心霊とか UFO とかご覧になったことあります？心霊なんか直接なんか見たとか、なんか霊が私見えるわけじゃないので、うん、まあ、なんかしてる時になんかあれみたいなのありますけど、なんか金縛りとかもなく、うん、幽霊も見たことないんで、うん、あれなんですけど、なんか UFO を小さい時に、うん、あの家族旅行でハワイに行った時に、うん、海のビーチで見たのが初めて、うん、なんかハワイのビーチで、そうなんですよ。どんな UFO ですか？なんか、影みたいな感じなんですけど、うん、まあ、なんかみんなが想像するこういうあるじゃないですか、はいはい、そういう感じではなく、うん、もう光で三点でこうバババババっていうのがこうずっとぐる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 、その場でぐるぐるしてて、はいはい、もうスーって感じですね。スーっといってしまった。あ、なんかその光の玉みたいなものですか？そうです、そうです。最初はあれなんだろうみたいな感じでみんな見てて、うん、なんか飛行機じゃないねみたいな、じゃあ UFO かなみたいな。
それは絶対 UFO だと思うんですけど、うん、ハワイのビーチで3個じゃなくて、うん、もっと12個ぐらい、うん、その白い点みたいなのがやっぱぐる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 してる映像とか結構上がってますよ。そうなんですか、うんうん、UFO、うん、だからそれの一部だと思う。そうなんですね、うん、UFO かすごいですね。本当ですか、うん、でもそれっきり特になんもないですね。でも家族全員で見てたわけですよね。そうですそうです、はい、見てました。動画とか撮らなかったの？どうですかね、写真とか撮ったんですかね、その時。もったいない。そうですよね、うん、私だったらずっと撮ってますからね。撮っちゃいますよね、うん、でも不思議で撮ったかもしれないですね。うんうん、あったらちょっと見せてほしいですね。はい、ちょっと探しますね、ちょっと親にも聞いてます、はい、よろしくお願いします、はい、心霊はだからそんなないんだよね。ちょっと見てみたいなとは思うんですけど、うんうん、なんて殺人系とか、うん、そういうサスペンス系すっごい大好きで。あー、なるほど。赤い霊柩車とか。あー、わかりますか？指隠すやつじゃなくて、なんだっけ、赤い霊柩車っていうサスペンスがあるんですけど。あ、知る、あ、なんか聞いたことある名前。結構古い、うん、まあ相棒とか、あ、そういうのがめっちゃ好きで、なんか橋とか見ると、はい、お人がよく死んでんのかなで亡くなってんのかなとか、うんうん、すごいそういうの考えちゃいます。なんかでもそういう硬派な結構ね、ドラマとか映画、硬派というかなんかこう内容がこう充実してる映画がお好きな早川さんですけど、はい、キラー株とかにも大丈夫でした？大丈夫でした私はなんか初めてだったんですけど、やっぱなんか恋愛系も好きですし、それこそ海外系の、海外の人ってやっぱ日本と違ってその自由というか、うん、なんていうんですか、すごい人間関係のごたごたがすごいじゃないですか、うんうん、そういうのが好きで、うん、よく見るので、うん、なんか日本じゃなくてこれは海外っていうのもちょっと、うん、あ、好きだなというか、うんうん、感じもして。そうですよね、私は好きでした。もなんかもう2話というか、うん、もう一個続きがちょっと見たいというか、私的には、そうそう、個人的には登場人物たちのやっぱりキャラクターがすごく濃くって、うん、それぞれね、日本だとありえないっていう感じの、ね、人たちが確かに、うん、あと結構出てる登場人物も少ないですよね、うん、少ないですね、主要なメンバーは。そうですよね、うん、はい、ですね、なので、うん、がっつりこの世界観にはまれると思います。一人一人一人ちゃんと見れると思います、うん、はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますキラーカブトガニ1月20日より全国ロードショーです。ぜひみんな見てね。バイバーイ。